めっちゃ濃厚よ、こいつ。一粒。パパも使いそうか。いや別に一人で持ってきてください。二粒。パパまでよ。なんかそう濃厚なんだけど。美味しい。すごいですよね。すごい。そんなに苦しいですね。ダメです。ありがとう。すごいね。うまっ。すごいですよね。うん。魚インがすごい。うん。ジャパン美味しいか。このに合う。いやうまいそれ。うまいですよね。甘みが。味はめちゃくちゃ凝縮されてる。うまい。いいね。うん。食べるよ。うん。今私右にいくら左に出てくるっていうの。最高じゃん。贅沢な報告です。贅沢な報告。の中にこの味をずっと残しておきたい、うん、もう減らなければいいのにみたいな。でも減らしたいんだよね、美味しいからね。美味しいからね。湧いてくればいいの。うん、イカすごい。うん、これこれ。あ、そう。うん、噛み切れない。うん、すごい。これは新鮮だわ。ゴリゴリ言ってんだよ。うん、ゴリゴリ言ってすごい。それ全部うまい。結論ね。うん、最高やな。うん、こいつはいい食べらしいですよ。うまいね。皆さん海鮮丼なんですね。確かにパパにうまい。パパさんのともそうだね。海鮮丼ですね。あー、カモうまい。カモうまいっすよね。うまい。美味しそうだから最後の方にしよう。あ、タガモシ美味しい。また新しい。何やってるか分かんない。もう体でもう全てが感じてる。シャワーシ。タガモシ手に見せたからね。タガおう。意外に好きじゃないんだ。好きじゃなくもなんですけど、飲んで率先して食べない。へ、なんか洋食ね、食べるのが一番だと思う。茶碗蒸しの虫のね、茶碗蒸しの虫って虫だと思いますよ。あれも通ってないですよ。嘘、うん、ずっと茶碗蒸しって言われてて、あの子のお茶碗の中に虫がいると思ったから、食べない。そうってない。固くなに。今てっきりその大門が通ってるから、子供の時に茶碗蒸しの中に入ってる銀杏とか食べたみたいな。そんなことないですよ。以前の話だった。虫が入った、その椎茸とかが入っていて、薄いやつとか、紫っぽい薄いじゃないですか。それがもうずっと虫に見えてたんですよ。だから、虫入ってるんだけど、絶対食べないみたいな。みんな茶碗蒸しうめとか言って、なんで虫食べてんのって思ったんですよ。でも漢字を学んで、虫じゃないって思って、今その頃のトラウマがあるから、多分美味しいんだろうなって、具材を見ればわかるんですけど。だって、だしと卵だから。そうなんですよ。もうこいつはって液体化するようですよ。割合が違う。そのうち一度食べてみたらいいよ。食べたことあります。あ、で、好んでは食べないね。美味しいのは知ってるんですけど、幼少期あるね、理解したわ。あとちょっとその幼少期が若干恥ずかしいのでもあるから、虫だと勘違いしたって。それ思い出すのもちょっと嫌だな。でもみんなが通ってると思ったんだよね。でも地元に結構通ってる人いたから。あ、そうなんだ。通ってたんだと思ったんですよ。わかるよみたいな、すごい。へぇー、銀杏は確かに通った。うん、なんかおかしい。米の旨味を分解しながら食ってる。どういうことですか。何がうまいのかなと思って。米を分解しとってるんですか。うまいと何がうまいのかこう
分析しなくて分解するんですし、なんかなんだろうね、この冷めてるけど立ってんだよね、うん、そう、めっちゃちょうどよくほぐれるの、うん、ほぐれる、うん、酢飯の酢のバランスもいいんだよね、うん、そう、それもいいんだよ、匂いがすごい良い、うん、酸っぱすぎないの、うん、とてもいい、でも物足りない感がない、うん、そうそう、うん、めちゃくちゃちょうどいい、マチアで画角を確認できますよできますよ今、頑張ってるけど、レックは起きた、見たことない、怖い、あ、そうですなんか、プロゴルファーみたいなね見たことない、来たわ、見たことない、来てます来てます来てますっていう、すごいね、お仕事食べなくてよかった、んポテト食べなくてよかった、そうだろ、モモイがハッシュポテト凍ったセブンで、なんかもうどうしても塩しょっぱくて、うん、じわって油がくるのを食べたい気持ちになっちゃって、うん、だってハッシュポテト食べてるんですよって言ってたら、今から美味しい寿司食うんだからってすごいずっと止めてくれて食べずに済みました、よかったよ、やばかった、大正解だ、早まらなくてよかった、うん、うん、よかった、そばに伊達ちゃんがいてよかったね、伊達さんに相談してよかったです、あれ相談だったなんなら共犯の持ちかけだったんです半分食べませんかって言われて共犯ませんかって言った、出島っつって満腹だな、うん、うん、うん、これ以降のリゴでごちそうさまです、あ、そうなの、すいません、存じ上げなくてすいませんでした、ちゃんと入れておきますね、ふーって言われたらごちそうさまって下に入ればいいんですよね、そうです、あ、わかりましたこのために初めて聞いたけどそうそうそう、結構食事重ねてきたけど初めて聞いたんだよね、リゴ、たぶんピエ、あ、ピアね、ピエです、ピア、ピエです、ピエをさらに略する、ピュア、ピエです、え、クは何の略なの、略しねえじゃん、お腹言うってことです、プーです、プーです、ごちそうさま、おおおなんかごめんなそれ、今日は私も今日初めて聞いたんですよ、えちょいちょい言ってるよ、本当ピーはわかるけど、最近ピーはすごい言ってる、うん、ピーピエピエピピって言おうかね、ピエンピエンだから、ピピって言ったらピエンピエン、めっちゃ泣いてるよ、悲しい時です、ピピって言ったらピエンピエンです、ね、今日はね、今日初登場です、ほはほ、ほほでも一本って書いてる、無意識だ、ね、無意識ほは泣き声、泣き声です、うん、ペは世代じゃないから、ペは、ペ、あのペってあれだよ、ペで、ツバ、ツバそういう系の感じ、うん、ペえ、ペは言わ、言わないっすね、え、言わないよ、佐藤ちゃんじゃないですから人間のことだったペペって言わない、ツバ、ツバめっちゃ多分出せるじゃないですか、どうやって言うペっては言いませんよ、よかった、仕込んでくれてよかった、どうしようって思っちゃった、私結構言ってるやんと思ってじゃあ、後ろでペペアニメはって言われなかった、言われなかった、はみんな多分ここで言われる言っていい、人生初めて、やばい、お腹がマジで、いや、マジでちょっとやばい、お米を申し訳ないが、ちょっとこんなに2巻分ぐらいになってきてこれっぽいだよ、えポンポコポンって言って、さんさんぶっつったじゃん、さんざん略してきたのにポンポコポンははっきり言ったその人、あの、この子ゴロガイドが好きなんですよ、わかる、わかる、いただけて、今今好き、今やったって、やったって、やっぱゴロガイ感じだポンポコポンとか、そうだよ、リズミカルに、うん、麦解説係、そうやってた、そうやってた、よく理解してる、うん、夢を見ているのかな。
メガネ。え、そんななんのマジ？メガネ18の子が知ったんですよ。やばいですよ、時間ないですよ。やばばばばやばばばば制服できました。そうね、そうだそうだ、制服できました。必死に脱ぎを足すに送り届けるオーディション終わり、早く帰れ早く帰れ麦の時期早くいらっしゃいませよ。大丈夫、そんな時代あった。学校生活してる。あった、懐かしい、うん、都会慣れしてないから駅どこだろう